こんにちは。今日の切り抜きニュースは、別に安倍総理に対してもそんなあれはないけどね。あの国会に行ってみて安倍さん大変やなとすごい思うなったわ。アホばっかりやもん、野党議員文句ばっかり言ってんねんから。いや、それかわいそうやと思ったわよ。俺この中であれはね、ヤジに対して言い返したくなる。アホばっかりやから。少なくとも自民党議員とは仲いいよ。もともと俺船橋は自民党会派やから。いや別に自民党の NHK 問題以外に関しては俺はそこまでおかしいと思ってないもんね。あのもちろんおかしなこといっぱいしてる、消費税上げたりっていうのあるから。だから自民党の概ねは正解だけど、やっぱおかしいとかおかしいって言いたいだけやし。だから NHK のスクランブル放送してくれればとっとと政治家辞めるけどね。特に国会行ってみて自民党がまとめてよくわかるわ。自民党の先生とは普通に話できるもん。野党できない。青ばっかりやもん。いや何でも反対だけでしょ。いやあなたたちは一回政権握ったんだから、まず詫びからやろ、ね、やっぱり2万6000円の子供手当出すって言ったことをやってないし、高速道路無料化ってさ、もうね児童手当が出てたから2万6000円にするから児童手当をやめたから1万円ぐらい下がってんのよ。で高速道路もあの時は1000円で行き放題だった。土日はそれを通常料金に戻しよったから、まず謝罪しろやねん。それがないからで話してたらアホばっかりやなと思うから、やっぱり野党は潰さなあかんなと。だから俺たちが野党の第一党になろうとしてるわけ。はい、野党は小学生レベルの上げ足取りしかしていない印象ですね。国会での質問も場当たり的に質問しているだけですね。それではご視聴ありがとうございました。 NHK をバッター。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。